1年に1日だけのとても特別な日、この日だけはあなたが主人公です。愛する人々と美味しいものを食べて一日中お祝いしてもらいたい日。しかし私たちの牧者はこの日さえも私たちに渡してくださいました。朝早く生徒たちに会って、おいしいものをごちそうしてくださり、命の御言葉と祝福の祈り、そして1万人以上の生徒と握手して、私たちに恵みをあふれるまで注いでくださいました。牧者の愛たっぷりのお誕生日を思い出してみます。嬉しい日、幸せな日、霊の空間、変化と命、あふれる祝福。2018年東海上先生のお誕生日記念特集、愛。1943年인내기4月20日東海女先生は전라남도무안군해제면の小さな町で生まれました。1982年7月25日今の本教会を開拓して、ただ御言葉と祈りで36年間神の力ある働きを活発に行ってこられました。このような牧者のお誕生日はいつも父なる神様は特別なプレゼントとしてその愛を表現して表してくださいました。1984年5月には天国について解き明かしてくださることで、秩序である天国をさらに望めるようにしてくださいました。1998年5月には丸い虹を、2011年のお誕生日を起点としては神様の初めの光であるオーロラの光を見せてくださいました。エゼキエル書1-28前半にその方の周りにある輝きの様は雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。預言者エゼキエルが見た神様の栄光は肉の目では見られません。しかしそれを皆さんが見られるように、雨の日の雲の間にある虹のようなオーロラの光で表して見せてくださったのです。この光は父なる神様の根本の力がこの教会に現れるという印です。皆さんが神様を信頼するほど、また牧者を信頼して一つになるほど、とどまることのない神の力を体験するようになさるという約束です。これからいつも体験するようになりますが、このようなことを通して信仰が成長すべきなのです。信仰が成長するほどとどまることない父の力が皆さんに望むということです。ただ魂のための祈り求め、2014年、2010年12月25日、悔い改めの事件の後、魂のために 99% の抗議を満たさなければならなかった牧者、中高生
若者の皆さん、もう徹底的に助けましょう。私と一緒に行きましょう。これから幸せな心で行きましょう。私が一生懸命前から引っ張るからついてきてください。皆さん幸せにして差し上げますから。2014年のお誕生日の日、牧者が父なる神様に最初に求めたのは罪の許しでした。牧者の祈りを通して私たちまた機会を与えてくださって、本当にこれからは私たちは光の中で生きなければと感じました。どうか女性先生が苦しんでおられるから申し訳なくて、どうしてあんなに私たちを愛せるのだろうかと思いました。普通誕生日を迎えると主人公は祝ってもらって幸せな時間を過ごしますが、牧者は私たちにお誕生日まで惜しまず時間を空いてくださり、愛を持って惜しみなく与えてくださったのを見て、とても恵みを受けました。皆さん新しいエルサレムに行きたいでしょう。そのためには第一の資格条件が何か分かりますか？神様を第一に愛すること。神様を第一に愛する人が新しいエルサレムに入るのは当たり前のことです。どうすればもっと天国への希望を植え付けようか。特に牧者は牧者の城1階と2階の間を見せてくださって、私たちがさらに新しいエルサレムへの希望を持って熱く走っていけるようにしてくださいました。特赦の城の五弁の花に必ずなります。愛しています。新しいエルサレム本体の中に必ず一緒に行きましょう。東海城先生のお誕生日に嬉しくて幸せな心で奉仕しながら、肩の痛み、膝の関節、足の痛みが癒されました。牧者と握手した後、その力があまりにも強いから二重まぶたになりそうなという気がして、先生と握手した手を目に当てて、父なる神様は牧者の力で作ってくださいと短く祈りましたが、その光が目に触れた瞬間、まぶたが二重になってその場で御業が起きるのを見て、牧者の力がこんなに大きくて驚くほどなんだともう一度悟れました。セジョン大王を通して牧者の禅を悟った2015年、全く聖なるものの流れが繰り広げられた2015年、東海城先生のお誕生日、今日強くされて恵みを受けて祝福されて、多くの方が信仰の岩の上に立ち御霊の意味に入り、全く聖なるものとされていく励みになりますように。今日祝福してくださろうとしていることがたくさんあります。皆さんの信仰だけでなく健康の問題、物質の問題、いくつかを含めて父が祝福を与えようと定められた日です。皆さんの信仰の通りに、行った通りに祝福が与えられます。30도를 웃돌고 있습니다. 네, 앞으로 더울 일만 남았습니다. 이변이
異変が起きました。雲が集まってきて、夜明けから小雨が降って気温が10度以下に下がりました。わずかな間に 10度以下に下がったのです。私のお誕生日を昼の最高気温が22度、前の日の 31.5 度より10度くらい下がりました。誰のためでしょうか。このようにしてくださったのは私たちのためでしょう。生徒の皆さんが涼しい中で一日を過ごせるようにしたのです。ハレルヤ、全能하신사랑의아버지하나님、2015年には太陽世宗が話題になりました。生徒たちは牧者を通して世宗大王の善と牧者の愛を比べて、誠の善が何か悟れました。アーメン。관원으로서백성의안위를지키기위한최후의방책이다。神官たちが反対に続けても、勇み続けても、何としてでも生かそうとするのではないですか。ですから皆さんがそれを見て涙をたくさん流すのです。善というものがああいうものなんだなと牧者のことを考えるようになるのです。濡れ衣を着せられても何としてでも生かそうとするのではないですか。奴隷でも何としてでも生かして、国に利益になるように大いに持ちようとして、太陽世宗を見ると、神官たちが変えられて自分を助けることができる神官になるまで、どれほど多くの歳月が必要だったか。王なのに、王の権威を持っているのに、今私たちも同じです。30年という歳月がかかりました。33年が今まで、父なる神様がくださった力と印と不思議なら、5年、10年でもできることを33年かかったのです。皆さんが変えられて、信仰を持って変えられて、誠に聞き従う真心と全く信仰を持つ人が出てくるまで待ったのが33年です。私たちが行く道は行かなければならないのです。そうしないなら反対に世に向かっていくから、目標を決めて山登りを始めたら頂上まで行かなければ、途中でお弁当を食べて帰るのではなくて、続けて行ってこそ山登りでしょう。頂上でコーラも飲んで、サイダーも飲んで、ヤッホーと一回言って、四方を見回して、そうしてこそ山登りの意味があるでしょう。そうしてこそ足も体も健康になって、また牧者が祈ってくださって、全世界を震えさせていたウイルス、マーズから全生徒が守られました。祈りは必ず信仰を持って受けてください。立ちだけしても光は全て入りますから、心の願いも光が入れば解決されます。
목자님의 선의 향기를 가득 느낄 수 있었던 복션의 젠의 카오리가 たっぷり 감지라렸던 2015년의 오탄조비 생徒たちは 신뢰를 超えて 心から 舌を 祝福を 受けて 変化に さらに 拍車を かけました。 牧者を信頼して父なる神様の愛を悟った 2016年、 父なる神様は万民の行事があるたびに最適な天気にしてくださいました。 特に2016年、 牧者のお誕生日の前週は 84年ぶりの 猛暑で 高温注意報まで出ていましたそれでも牧者は変わらず最適の天気にしてくださると大胆に宣言しました。誕生日の時もあなたがどう天気を調節するのか父が見守っておられると言われました。 最適にするでしょう。皆さんはすでに進行があって今33度35度に上がっていても当日はとても良い天気にしてくださることを皆さんはすでに知っていたのです。そしてお誕生日の当日、今日の天気どうでしょうか。 暑いですか？暑くも寒くもない最適の天気にしてくださいました。24度はどうかなと、25度は暑くないかなと思って、23度もありますが、 ちょうど肌寒いし、ちょうど暑いし、それで真ん中の24度がちょうどいいと思いました。その通りになること 100% 信じて宣言します。神様 100% 信じて父が答えてくださることも信じるから宣言できるのです。いつもその通りになってきたし、今まで間違ったことがありません。今まで。 이옵니다. 이쁘게 생겼지요. 매년 목자님의 생신에는 도카이조 선생의 오탄조비니와 교회의 아치코치니 사마자마나 카타치가 아이가카레테 생도타치가 레이노 세카이오 아키라카니 사토리마시타. 皆さんはうちの教会が行事をしても何をしてもいつも神様が共におられるのを目で見て体験しているでしょう。それで信仰を持って大きい信仰に成長すればいいし、そうするとみ霊の歩みに入り全く聖なるものとされるし、 御霊の歩みに入るほど信仰を持つようになり全く聖なるものとされるほど大きい信仰を持つようになるでしょう。牧者の切なる祝福の祈りと愛の立ちを通して多くの生徒が癒され答えていただいて栄光を返しました。 사랑합니다. 사랑합니다.
こんにちは。私は脳梗塞で倒れて、牧者のたった一回の祈りで癒されたキム・ヨンジ執事です。今は何ともありません。とても健康です。中風にまでなりましたが、今考えると歩くことも感謝、息をすることも感謝で、父なる神様の恵みです。どれほど感謝なのか、この感謝をどう涙で尽くせるでしょうか。それで私ができることは全部しようと思って、一生懸命祈って、牧者のため、父なる神様のためにできることを、魂を愛して伝道しながら頑張っています。ハレルヤ、ありがとうございます。腕もよく回せます。本格的な祝福が望んだ2017年、2017年には旧正月から特別ダニエル哲也祈祷会、イースター、御霊の人の祝宴を過ぎてお誕生日に至るまで、祝福の流れは止まりませんでした。特にお誕生日当日には、ひどかった PM2.5 が一度になくなって、父なる神様の愛がさらに感じられました。皆さん、御霊の人の祝宴の後、多くの祝福をいただきました。本格的な祝福は今日から臨むのです。教育まで、またさらに夏のキャンプまで続くと言われました。祝福が、まずは心が清められて、悪がない姿、父に喜ばれる心に変えられるほど、祝福もさらに大きいのです。それでこれまで積まれていた問題があれば、すべて解決されて、英語だけ返す皆さんにならなければ。2017年には審査員団の姿を通して、自分の心がチェックできるようにしてくださいました。私は歴史が好きだから、実際の状況、真実の歴史、フィクションで面白く作ったドラマではなく、真実が込められている歴史ドラマを見ます。審査務団を見ながら、私はあまりにも感動して随分泣きました。このように良い心を持った人を見るときは、私は涙が抑えられません。泣いてまた泣きましたが、本当にこんな良い方がいるのか。ご主人に対するのも善そのもの、子供たちに対するのも善そのもの、そして一般人に、また政治家に、王に対する全てのことが善そのものです。そのように良い人は神様助けてくださいます。何をしても善だから、困難にあって文句を言わないのです。善は神のものだから、善を行えば神様を守ってくださって、一つ一つが厳しい過程を勝ち抜いていくのが分かります。審査務団です。道会長先生が言われたので今刻んでくださいました。また道会長先生が審査務団について言われた後、挨拶の場所にすぐ審査務団の形が刻まれて、秩序である霊の世界があることを確かにしました。私が今祈ったのです。御使いたちに審査務団を描いてくださいと。
皆さんはこのようなことを見て、どれほど神様が私たちを愛して、私の祈りにその通り答えてくださり、御使いたちがその通り聞き従うのがわかるのでしょう。先ほど私が言いましたが、今日この時間から聞くメッセージは、はじめの声だと思えばよいでしょう。はじめの声は、発せられる通りに働きます。そのようにはじめの声が望むと、その中で御業が伴うのです。信仰によって受け入れると、その通りに御業が現れます。本格的な祝福が今日、手に立ちすることから始まるから、一つだけではなく、全部祝福をいただければいいでしょう。毎年お誕生日には朝から一日中1万人以上の生徒と会ってくださり、全身全霊を尽くす牧者、どうすれば天国への希望を植え付けようか、どうすればこの生徒たちが変えられて祝福を受けるだろうか、日増しに大きくなる魂への牧者の愛、毎年お誕生日に牧者は魂への愛の力で一日を過ごされました。その牧者の愛と献身の代価として、生徒たちには多くの祝福が続きました。病気が癒され、物質の祝福はもちろん心の変化まで。2017年、牧者のお誕生日には答えと祝福がより大きく現れました。東海上先生のお誕生日になって、その入れた求人広告がありました。先生と手のタッチを心込めてして、その次の日書類を出しました。連絡が来ました。合格したと。お医者さんが親指をこうしながら、膀胱の壁もとても薄くなったし、腎臓の数値は正常だと。甘い水をつけて同会女先生と手のタッチをした後、かさぶたが早く取れてとても綺麗になりました。今は何の痛みもありません。お誕生日の前に同会女先生の祈りを受けました。その日から上がらなかった口元が上がって、ますます良くなるのです。こんにちは。三大第28教区のハン・ウベク長老です。胃がんで転移の恐れがあると、ポリプの3つ取りましたが、その1箇所にがんがあるというのです。初期の胃がんを同会長先生の力で癒されました。黄斑変性といって自然に治らない病気ですが、東海蔵先生のお誕生日の時に来て、当日に神の力の光を見て、黄斑変性がなくなって、両方とも視力が 0.3 回復しました。とても元気です。健康は本人が一番よく知っているでしょう。食事もわざとコントロールしようと少しずつ食べているので、たくさん食べられます。運動も1日2回ずつ3時間くらいしています。今もです。私は71歳ですが、正直言って70代の人で私と不結構したら勝つ人はいません。目もいいです。夜はもっと良くなって、運転もして、新聞の小さい字までもよく読めます。
私は43年間教職についていたので、何としてでも正しく生きるべきだと、生きるべきだと、それで身についていて、そのように生きない人が嫌なんです。救いに確信があったのでもなかったし、でも十分変わりました。東海蔵先生を通して癒されましたが、私が主の身で東海蔵先生の身にならなければならない、信仰生活を正しくしなければと、聖書一日に5章ずつ読んでいますが、ダニエル哲学祈祷会をするとき、東海蔵先生のために祈ると、時間が足りないんです。時間をもっとくれたらいいのにと思います。真実な牧者はこの世で人間としては東海蔵先生以外にはいないと思います。いつも同じことを言われるんじゃないですか。生徒のための真心が溶けているでしょう。他の教会の牧師先生方は罪を犯してはならないとあまり言いません。良いものは良いと、罪を犯さないようにと一つ言えば生徒たちが嫌がるから、そんなことを言いません。東海蔵先生は説教のために強く言われるんじゃないですか。初めはその言葉は聞きたくなかったのに、繰り返して聞いていると本当にそうだ、後にはやっぱりあれが正しい牧会者だと、先生ご自身に何の傷もシミもないんじゃないですか。やましいところがなくて罪がないから、そんなことを堂々と言えるのです。うちの東海蔵先生のような牧者を信じられないなら誰を信じられますか。私はさっきも申し上げましたが、私が今まで生きてきながら一番正しく選択したこと、選択がどれほど多かったでしょうか。たくさんの選択の中で、うちの東海蔵先生を信じて先生に出会ったこと、先生お会いしたいです、万民を選んだことが私の一生で一番偉大な選択、一番誇りで、一番良かった選択だと、今もそう思いに変わりがありません。大丈夫です。お誕生日はこのくらいなら大丈夫です。大丈夫です。この程度握手ぐらいなら大丈夫です。大丈夫です。このぐらいの疲れでも大丈夫です。大丈夫です。生徒のためなら大変でも疲れても牧者だから大丈夫という方、ある終日はこのそのたっとい私たちの牧者のお誕生日です。愛する牧者、お誕生日おめでとうございます。生後2ヶ月にブドウを飲み込んで肺に、それが肺に入って死ぬほど死ぬそうな状況でしたが、東海蔵先生に祈りを受けて今軍隊に行っているイージョンテ兄弟です。お誕生日おめでとうございます。東海蔵先生お誕生日おめでとうございます。愛しています。愛する牧者、とてもとてもお会いしたいです。東海蔵先生お誕生日おめでとうございます。愛しています。お誕生日おめでとうございます。東海蔵先生お誕生日おめでとうございます。愛しています。친애하고사랑하는이즈로아이스
愛するイゼロク博士のお誕生日は、博士と万民協会の生徒だけの祝祭ではありません。博士を愛する全世界の数多くの人と、清潔の福音を慕っている多くの人の祝祭でもあります。博士の お誕生日を心よりお祝いします。イゼロク博士、もう76回目のお誕生日を迎えられましたね。いつもとてもお若く見えるから本当に信じがたいです。神様といつも交わりながら、イスラエルと韓国のために多くの祈りを積んでおられることを知っています。どうすればそのように若さを保てるのか教えてくださるようお願いします。先生のお誕生日を心からお祝い申し上げます。全世界に福音を伝えて、多くの魂が再び来られる主を迎えるように、誠の真理へと導く先生のたっとい働きになることを願っています。この幸せな瞬間を共に過ごしながら、世界の果て、地球の最北端、アルゼンチンから心からお祝いを挨拶をお送りします。中南米全体にとっても祝福のプレゼントです。先生の力がここで現れています。奇跡が現れています。愛する牧者、感謝します。お誕生日おめでとうございます。神の人イゼロク博士、私は博士が2002年に導かれたインド連合大政会をこの目で見る素晴らしい体験をしました。インドで一番大きい政会、天国の宴会の一つでした。100万人以上の人が政会に参加しました。世界で2番目に長いインドのチェンナイマリナビーチで行われたインド連合大政会の期間中、神様は驚くべきことと奇跡を施されるのを私は目撃しました。私たちは博士が神の人であると確信しています。もう一度お誕生日おめでとうございます。東海上先生のお誕生日を心からお祝い申し上げます。神様は大きい力で用いられる、その働きは素晴らしいです。私たちはいつも先生のために祈り、積極的に支持しています。イサクテレビはパキスタンよりイゼロク先生のお誕生日をお祝い申し上げます。パキスタンのすべての教会は先生のために祈っています。お誕生日おめでとうございます。ヨーロッパはブルガリアから愛と祝福の挨拶をお送りします。我が国と国民は博士のメッセージを聞いて、博士と博士の働きを通して神の愛と憐れみを体験する祝福を受けました。イゼロク博士のお誕生日を お祝いいたします。今まで10年間の博士の祈りと支援、そして愛、私たちに与えてくださった全てについて神様に感謝します。特にワールド清潔センターについて感謝していることは、去年博士の祈りによって私たちをハリケーンイルマから守られるように神様が奇跡を施してくださったことです。コロンビアの NS 法制を代表して神様が使わされたイゼロク博士のお誕生日を心からお祝い申し上げます。お誕生日おめでとうございます。愛する東海上イゼロク先生、お誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。愛しています。お誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。イゼロク先生、お誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。頑張ってください。愛しています。私たちは牧者のミです。愛する先生、お誕生日おめでとうございます。
です。